はい、どうも、ユッキーの巻紙、タバコの巻紙動画。今回はこちら、マスコットの、エクストラツインという、こちら、茶色いやつですね。ピュアオーガニックヘンプペーパーと書いてあります。うん、オーガニック。こちらが、変わった色してますな。茶色というよりはなんか肌色っぽい、色ですね。こちらを、吸っていきましょう。吸うのがこちら、なんだっけ。あれこれなんだっけこれ。ドラムか。ドラムのオリジナル。まあ結構薄いですね。オーガニックペーパーとかもあるからな。はい、じゃあ吸っていきましょう。あ、酸っぱいですね。酸味があります。あ、これあれですね。スモーキングのあのブラウンと同じようなあの酸味がある。酸味のあるタイプの、商品ですね。ちょっとググってみましょう。マスコットのピュアオーガニックヘンプペーパー。100% オーガニックヘンプ、過去朝を、使用している、スローバーニングペーパー、燃焼速度が遅いペーパーです、薄く柔らかく巻きやすいとなっております。極薄で、無漂白で無塩素でノンブリーチ。まあいろいろ書いてありますけどね。酸味があるね。酸味があるね。あ、これダメだ。酸味がある。これ大して美味しくないですね。やはりどうも俺は無漂白のやつは向いてないらしい。無漂白のペーパーはどうしてもこの酸味がね、出てくるんですよね。それがちょっと気に食わない。まあ大体スモーキングのブラウンとほぼほぼ同じような味ですね。まあ、こちらしかも、50枚入りなんで、スモーキングのやつよりコスパが悪いときてる。ぶっちゃけ無農薬でも何でもどうでもいいんだけどさ、こんなの。無農薬とかを、書いてあるけど、ぶっちゃけ、別に農薬使っててもうまけりゃいいんだけど、うまくねえからな。やっぱりかなり酸味がきつい。何なんでしょうかね。漂白してないと酸味が強いっていうのは、なんだろう。着色されてる方が、まあ、無漂白ってことは、漂白によって、味があれなんですかね。酸味が抜けるんですかね。うん。
まあ、真偽のほどはちょっとよくわからない。まあ、無農薬だからこそ、なんか無農薬ってイメージ的にまあ、いいようなイメージあるけど、ぶっちゃけ無農薬の栽培の野菜とかなんて高いだけだからな、ぶっちゃけ。農薬使ってませんよ、ただし値段2倍ぐらいしますよ、みたいな。そんなん買わねえって話。底辺の人間はそんな無農薬なんて、ね、手に入らないですからね。高くて。まあ、それを売りにしてるという。もはやタバコを吸ってる時点で無農薬とかどうでもいいんだけどな。まあ、これはあれだろうな。二つ星です。二つ星。ご視聴ありがとうございました。